はいどうも皆さんこんにちは。アベンジャーズエンドゲームは上映時間が3時間もあって、その中には様々な小ネタや伏線が登場しました。以前の動画でざっくりとした小ネタや伏線について話しましたけれども、今回はもう少し詳しく見ていきましょう。まずエンドゲームはホークアイの場面から始まりました。そこでホークアイは娘のライラに弓矢を教えています。そしてこのライラ役というのはエヴァ・ルッソで、エンドゲームインフィニティ・ウォーで監督を務めたジョー・ルッソの娘です。またホークアイの足には何やら装置がついていました。この装置はアントマン&ザ・ワスプで登場したスコット・ラングも足首につけていました。このクリント・バートンとスコット・ラングはシビル・ウォーの一件で自宅軟禁となっているため、このような装置をつけていました。そしてこの時に使っていた弓矢の的ですけれども、これはアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンでも登場していて、ホークアイの家の倉庫の中に入っていました。またその後に流れたマーベルのロゴの場面では、前作のインフィニティ・ウォーで最後消えていったキャラクターたちというのは登場しなくて、まだ生き残っているアベンジャーズのメンバーだけが登場しました。また宇宙で漂っているトニー・スタークとネビラはだんだんと2人の距離というのが縮まってきて、そして2人は三角に折ったアルミホイルのようなものを飛ばして指でフットボールのような遊びをしていました。また映画の最後の方にもフットボールのようにトニーが作ったガントレットをアベンジャーズのメンバーたちがパスをして運んでいました。またトニーが宇宙でペッパー向けにメッセージを取っていました。同じような場面というのはアイアンマン3でも登場しましたけれども、その中で SNS には載せるなと言っていました。もしかしたらこれは SNS 上でネタバレをするなということかもしれません。またこれとよく似たシーンというのは2008年に公開されたアイアンマンの一番初めのシーンで登場しました。またトニーはその後ペッパー向けのメッセージを取り終わると、ヘルメットの左目の部分を涙を拭うように親指で触りました。またそのアイアンマンのヘルメットは左側部分だけがボロボロになっていて、エンドゲームの最後トニーが指パッチンをした後の状態に似ています。またトニー・スタークとネビラを助けに来たのはキャプテン・マーベルでしたけれども、映画の中ではどのようにしてトニーとネビラを見つけたのかということは語られませんでした。キャプテン・マーベルの映画の最後にキャロル・ダンバースは宇宙からアベンジャーズの本部に来ていたので、もしかしたらその施設の中でロケットであったり他のメンバーが協力をしてトニーとネビラの居場所というのを突き止めたのかもしれません。その後キャプテン・マーベルに助けられてトニーとネビラは無事に地球に帰ってくることができました。またトニーが地球に帰還した時に宇宙船から降りてくる姿というのは2008年のアイアンマンでトニーがアフガニスタンから帰還した時の姿によく似ていました。またこの時トニーは食料もろくに食べていませんでしたし、無重力状態の宇宙から急に地球に戻ってきたので体はフラフラな状態でした。またトニー自身の体もいつもより少し痩せているような感じもしました。もしかしたらトニーが地球に戻ってきた初めの部分というのは CG を使って少し痩せたように見せていたのかもしれません。そしてその後アベンジャーズの施設で消えていったメンバーたちを見ている場面では、その中の一人にドクター・セルビックも登場していました。ドクター・セルビックはこれまでの MCU 映画にも登場していて、ソーの作品であったり2012年のアベンジャーズにも登場しました。そして無事に地球に戻ってきたトニー・スタークでしたけれども、そこでスティーブ・ロジャースと出会うと2人は口論を始めました。その2人の口論の内容というのがアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンで登場したウルトロンのことでした。ちなみにそのアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンの時にも2人は口論をしていて、その時にトニー・スタークはエンドゲームという言葉を口にしていました。